説の BGM だったっていうな。そうなんだ。そっから引っ張っていった。そう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 。あれこれドラゴンクエストの曲じゃねってなってるね。そういうのあった。へえ。今ニュースとかで一番流れるのはオレイモのサントラだと思う。へえ。すげえ使われてる。へえ、うん。ニュースか、うん。見ないからな最近。結構使われるよ。一度だけラグランジュポイントがかかった時にすっごいテレビかじれてたんですけど。あれはちょっとレアすぎますけどね。マジで。どっから音声持っていたんだっていう。一回かかったこと見たことある。はい、というわけでですね、普通の行きましょうか、ね、うんうん、はい、はい、ディドゥンネーム、ナツン&スッチーのスッチーの方、知らねえ。タイガー&バニーみたいなものを目指してんじゃねえかな。知らないものは容赦がないですね。ズバッと行きましたね。ズバッと行きましたね。行きましたよ。金生でも安本さんに言われたよ。なんかすごい優しくねえなって。全部今まで膨らましてたのに。ユーザーにどういう風にメールを読んでほしい、うん、優しいの激しい方、優しい方、あ、シャーねって言って、その後シャーで読むっていう。優しくね、優しくないよね僕ってね。そうそう、男だからみんな面白いな。はい、アニゲラでしょっちゅう話題になってる細谷さんの1年ぶりのゲスト待ってました。ありがとうございます。最近ではロリコン疑惑が出るなど、前々から細谷さんの性癖を知りたがっている杉田さんですが、噂の天才軍師ではグレーのスウェットのワンピースを着た女性の体、すげえ柔らかそう、ああというむっつり発言を主張して夏のせいにしたり、夏のせいにしたの。割と大人な恋愛相談にも乗っていたりと、フリーに出演せず、ご自身もフリーになり、発言もフリーになってきてる気がする。今の細谷さんに何か情報を切り出すことができるかもです。フリーをしてくるさっき、アニメ撮ってたんだけども、一緒に出てる、D マス君っていうのがいいんだけど、はい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 、はい。D マスに、最近の細谷情報を、おい、教えろよって言った。ありませんね。って言って、何態度悪い。あんま好きじゃないのって言った。そうでもないです。そうでもないどっちの意味だ。何なんだよ、その心のない発言は。って言った。半年ぶりぐらいになったら、なんだお前って言って。めっちゃ腹パンしたら、その後、ちゃんと喋るようになった。そんなにまでして、うん、そんなにまでして引き出す。ディーマス喋れ、なんか言えって言って。ファミコンの水戸黄門みたいに。数発ぶん殴ってから、おいおいって聞くとね、情報をね。どんな情報あ、細谷さんは、スマブラに出れて嬉しいってすっごい自慢してきました。してないしてない。俺は、騙姿だ、スマブラに出て羨ましいなって言って、俺はよくやったことないから分かんないんだよねって、ゲームあんまり詳しくないからさ。その後面白かったのが、うん、まあ、今度のスマブラは買うよって言って、多分出てるからもらえるのにっていう。それが自分で買うよっていうのがすげえ面白かったって、リーマスが言ってたよ。うん、そう、ありました、ありました。なんかすごい彼は、うん、スマッシュブラザーズも好きで、はいはい、ファイアーエンブレムも好きで、はいはい、で僕がやってるその杉田さんも出演されてる ルフレとかは、そうだね、ファイアーエンブレムのキャラクターじゃないですか。そうだね。すごい大きな作品であるにもかかわらず、僕はロールプレイングゲームっていうのがすごい苦手だから、うん、シミュレーションもね。全然やったことないから、はいはい、どれだけ、すごいダームさん叫んでたんですけど、うん、すごいなーって叫んでたんですけど、うん、いや、でも僕はその価値がよくわからないよって言ってたら、うんうん、なんかその様が多分そういう感じ悪く見えた。カチンときたから、自慢してると。こいつどんだけなものか分かってないみたいな。価値を分かってねえって。怖いな、面白いな。うん、そうだったのか。まあ、どうせもね、スマブラ出て。うん、俺も小林優さんのキャラ使うと、ほら、俺出てくるから。そうなんですね。うん、PV では散々な扱いを受けたから。そう。俺の出番はって言って。そうそうそう。お父さんの気持ちを考えてくれって。うん、そう。泣いてる父もいるんですよって。でもちゃんと出てくるから、かっこよく。あ、ええー。あとね、金役があるから。あ、そうなんですか。うん、謎の村雨城の高丸っていうのがいるんだけど、主人公の、はい、あれが声やった。お、すごい、すごい。なんかね、オフィスみたいに呼べんのよ。はい、で、はいはいはい、高丸がポーンって出てきて、うん、ほっって出てくるから。そうそう。あれやったことありますよ、面白い。で、桜井さんってゲームのディレクターの一番偉い人と、高丸ってどんな声ですかねっていう。僕もイメージは特にないので、杉田さんちょっとやってみてくださいって言って、ちょっと渋くやったら、ああ、そうきましたか。そうきましたか。そうきましたかってどういう会社なんだろう。いろいろとキャラを寄せてね。でもすごい丁寧に撮ってくるね。あ、そうでしたね。そしたら桜井さんが、ちょっとゲーム触ってみますって言ってボコボコにされた。おお、やったんすか。うん、いいな、いいな、いいな。うん、そしたらすごい強かった、やっぱり。いや、やっぱさすが開発。ルフレ使ったよ、それで。あ、おお、嬉しい。あれ合体技とかあるんですよね、スピードのキャラと。そうルフレはね、技が限りがあるから、使用回数に、うん、それをうまく使わなきゃいけない。限りがあるってことは強いのよ、結構。うんうんうん、うまく使ってみてほしいなと思う。うん、はい。